百軸の木が来てないですね。はい、じゃあよろしくお願いします。65番からいきます。主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます。命のある限り、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、私のすべて手に委ねます。どこまでも主は許された、どこまでも主は愛された、その十字架の恵みの中で今立ち上がる。信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった。信仰、信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった。ハレルヤー。22番を賛美して礼拝に入ります。白い馬に乗って、やがて来られる方は、を持って国々を治められた。勝利から勝利へ、栄光から栄光へ、白い馬に乗った方は忠実また真実、燃える炎奥の冠、その名は神の言葉、天の軍勢も白い馬に我に従う。白い馬に乗った方は忠実また真実、燃える炎奥の冠、その名は神の言葉、天の軍勢白い馬に乗って、彼に従う。
バイバルが始まって、確かにおっしゃい語られ、問いが来たありません。命をかけて従うべき時は確かに来ました。しかし愛する子供たちよ、慌ててはいけません。急ぎ足の者はつまずき倒れます。あなた方の肉には力がないことを、もうあなた方は十分に学んだではありませんか。愛する子供たちよ、慌てないで、しっかりと私と交わり、私から言葉を、力を、恵みを、霊の通過を受けなさい。私はあなたに惜しまずに祝福を注ぎ、恵みを注ぎ、霊の通過を与えていこう。あなたが私の言葉をしっかりと受け、確かな確信が来たならば、ためらってはいけません。信仰の足を踏み出しなさい。私の言葉が保証です。ヨルダン川に足を踏み出したヨシア、大胆に足を踏み出し、エリコの城壁を回ってヨシアのように、神の言葉に従って踏み出していきなさい。奇跡が伴います。驚くべき神の栄光が現れます。しかし慌ててはいけません。周りを見て決めてはいけません。人と比べて判断してはいけません。私と交わりなさい。私のところに来なさい。あなたの時はあの人ともこの人とも違います。私と交わり、私の言葉を受けなさい。あなたの時は私の手の中にある。そして私はあなたの時を遅らせることなく、祭典の時に導いていくと主を教えます。この国のリバイバル、この終末の時におけるリバイバルの働きの中で、私はあなたに役割を用意し、豊かな収穫を用意しています。慌てずに、しっかりと私と交わり、私の声を聞き、その言葉に従ってきなさいと主は仰せられます。御神の教会を通して受ける祝福と栄光は驚くべきものとなると主は仰せられます。なんか周りを見てまだ慌てている人はいますし、周りを見て判断している人はいます。あなたはまだ整っていません。あなたは周りではなく、まっすぐに私を見上げ、私との会の中で真に生きるようになった時、時は満ちます。愛する子を心を収めて、私を待ち望み、私の言葉によって歩む、岸従いを確かにしなさいと主は仰せられます。天のお父様、たくさんの取りなし、断食をもっての祈りを通して、このチーム全体が祝福を受け、またしもべも本当に守られて祝福を受けました。祈ってくださった一人一人に安定があること、ありがとうございます。神様が豊かな祝福と報いを既に与えていらっしゃると思いますが、お証しを通してそれがさえ流れ、実際に教会とその人の人生の中に現れてくるように、聖霊が導いてください。限られた時間ですけども、主がご自由に働き導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。